洞窟を掘るとは。信玄は時に恐ろしい力を生むものじゃが、信長はこの力を恐れていたのやもしれぬな。
奥方殿は太平の世のために、その身を停止申した。節操も微力ながら力添えいたしましょう。 これで京の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかり。